ちは、こんばんは。ゲーム動画でそうです。今から始めていきましょう。いけないのか。ちょっとで。今のコンペ。もうわからん。久しぶりだからね。ちょっとお知らせを見てみよう。アカンゲールキャンペーンって何？ガチャですね。ミンゴルコンペとラントナをやってる。まあミンゴルコンペですよね。これ。はい、あと5時間しかないね。マッチ行けばいいんだな。行ったろうやん。
よし頼むぞ。飛ぶ。頼むぞ。そうだな。あ、すごいね。ウルトラショット。すごいね。ちょいなんか上がり気味になってるんだ。頼むぞ。チップイン。おお、素晴らしい。さあ、開いた。頼むぞ。いやー、入っちゃったな。一発で強い。よし。ちょっときつかったかな。4010ポイント。一応勝ち？よし！よし！勝ちですね。高レベルの争いだった。ありがとうございました。なんかいろいろボーナスがつくんだ。レベルアップ、21位ランクアップ。おっと、今日もやります。確かこれカード減らないじゃなかったっけ。とりあえずそこで刻んでいくのもあるかな。ギリギリフェアウェイ。いいですね。あそこにピンが小さく見える。アウト、ない位置につけたと思います。あ、どうした？燃えてますね。ここ3分。いいカット。ギリギリフェアウェイ。こちらがショットです。左出しこれアゲンストだからね。あ、バンカーに向かってる。やばい、ラフ。ちょっとピンオーバーしました。いいな。いや、よくないか。バンカー入っちゃいましたね。バン入る。さあ、ここはちょっとやっぱりコースが複雑なので、チップインを狙いたいです、やっぱりね。
かな。左に行った。いいんだけど、もったいない。深い、ナイスアプローチ。OK! バーディー、バーディー。勝利決定、確定です。よし！なあらら。パーボール、完璧。なんかもらった。インパクト2、コントロール1。さあ、ランプマン1回クリア。いろいろ払えます。さあ、2回目のチャレンジです。相手強いな。まあ、しっかり5回やりきりましょう。リスクは避けたいな。このぐらいかな。これは、そうですね、木の向こう側でこれでいいと思います。64ヤード。パール持っていくな。そこ、相手も同じようなとこに行きましたね。よし、見事です。さあ、相手からですね、今度は。そこ、あー、それでも左行かないんだ。ちょっと左に寄りましたけどね。フラットですから、多分。このまま打っちゃえば来るんじゃないの。頼むぞ。あ、微妙にずれてんのか。遠いからな、遠い場合。足りない、全然足りない。分かってる。まあ、入らないだろうな。これは、残念。残念すぎ。これで負けかな、相手が。勝ちだったっけ。打ってても負けないじゃないの。行くか。行くか。また長いショットです。どんどん面白いように距離が伸びていく。何このマーライオン。ちょっと上げ気味の136ヤードだか。風はどうなってんだ。おっきいね。
おお素晴らしい。35センチ。アプローチ結構大事ですよね。これは相手を心理的動揺を誘ってる気はしますが、でも 1.4m 相手強い。相手バーディーパット頼むぞ。しっかりキープです。よし、もちろんこれ入れないと負けです。38センチだから容なく入りますよね。ということで、よしよし勝ちました。ありがとうございました。さあ挑戦者来るか。来ますね、やっぱり来ます。何こいつ、マービン。経験値を稼ぎたい。ほぼフラットで、追い風っていうところだったらこの辺かな。そうだ、あ、結構もうちょっと強気に行っても良かったかもな。ん？もう大丈夫かな。最近の方が近いのか。悩ましいとこですね。ちょい。そうだ。わあ惜しい。30センチ。これでも弱いのか。なるほど。あーすごい。ハッケすごい。くそ。ハッケ確定です。いきなりレベル上がった。さああと2回ですね。結構長い距離なんだ。もうちょっと行きたい。この超パワーを使って。すごいとこなんだよな。あ、そうなるよな。生きるとこはここしかないって感じか。そうだ、まあフェアウェイはキープしたからな。よし、やります。右へ打ってきたんだ。いいんじゃないかな。順調です。あ、もう次の打で木がな邪魔をするかもしれない。あ、木越えを狙ってますね。やっぱりいける。これが怖いんだよな。フェアウェイはキープした。さあこれですね、一応これが問題になってくる。だから、これで右へ行きつつ、この辺かな。右へ刻んでいかねばならんかもしれない。いやー、さすがに曲がらない。思ったよりも曲がらないや。ラフですね。相手の方が有利だな。
やーすごいとこに巻き込んできた。厳しいな。これはいいですね。さあ相手はバーディーパット。これ入ると負け決定です。負けですね。あ、いやそうではない、入ればいいんだ。これを頑張って入れましょう。オッケー。いやこの爽快感ですよ。一応挑戦者現れるでしょうか。ないな。ラストチケット。行くか。よーし。行くか。うん。これでいいんじゃないかな。火がなちょっとうるさいな。パワーをつけて、かつソファーつけて、さあちょい左、あこいいですね。調子だったんだ。いけるか。どうかな。フェアウェイキープできるか。転がりますね。いいんじゃないかな。次もあの楽な位置につけられました。一気に左に行くな。そこまで左じゃないかな。でもいいんだった結果的には。思ったよりは右に行ってしまってる。まあ許容範囲でしょう。いける？いいのか。ナイスアプローチやな。なるほど、追い風か。でも追い風やけど上り。森だからこのまま行かせてもらう。これは、いいんだけど、まずい。これ入れないと事実上負けだ。そうだ。オッケー、やりました。くるくるパッドでおバーディーです。あ、これ入るでしょう。しっかり入ってきましたね。負けたな。ありがとうございます。え、負けても挑戦者をやる。挑戦者と対戦できるんだ。この前行ったかけなかったっけ。ちょっと微妙に行ってソファー使って次は楽にしましょう。そうだ。135ワードしか残っていない。ほぼフラットなんだろうな、高さ的にも。やっと、いいね。やっとはいいな。あ、これも似たような感じだ。お、あ、しかしラフに落ちてしまった。
かない。ちょっと遅いってことですね。ツーオン成功です。 12.5 メートルあるな。そう、ここもポイントですね。アゲインストか、アゲインストで高さはほぼ同じ。え、これでもオーバーなんだ。さあ、非常に難しいパットですが、どこにカラーですね。厳しいな。これがあるからな。ちょっとチップインにやった方がいいんじゃないの。こういうふうに。VTR? VTR ですね。何度も見たいリプレイっていう感じかな。さあ、ギアレベルはどんどん面白いように上がっていく。ランクも22に上がりました。なんかプレゼントもらえるし、いいですね。使います。何が来る？何これ、かっこいい。何だろう、これですね。パワーが高いギアです。ハイパーギア。ボールもやりましょう。はい、ボールもありますよね。プレイですね。得っていうのはいいですね。
スタープラチナムレトロボール、レトロボール、なんだこのレトロボールって。メダは確定なんで必ずもらえるってことですね。これこれこれ、匠ギアガッタ引けるっていうわけですね。4番も引けるんだ、引かなきゃ損ですね。グラフ、あーこれはダメ、ラスト、いかん、まあでも前半の2つはプラチナだったんですからね。コンペこちらを、今回は遊んでいきましたね。フシュマドコモン、カスタマギア、いろいろあります。ということで30分超えましたが、ここまでとさせていただこうと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄に表示されているプレイリスト、ブログ、ツイッターもぜひご覧ください。まだの方はツイッターのフォローもぜひお願いします。ミンゴル遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。